新兵器の開発、それは男のロマン。いきなりだな。いきなりだね。だって新兵器って言葉だけで心躍らない？しかもトマホークって名前がかっこいいじゃん。まあ否定はしないな。でも今の平和な日本で兵器を開発する意味があるのかなって思ったりもするよね。それは違うぜ。強力な兵器の開発には平和なご時世があったとしても、十分メリットがあるんだ。例えば強力な兵器を所有していることで、他国に対する抑止力になるし、技術力の懸念にもなる。核兵器なんかがその最たる例だな。確かにそうだね。それに今の日本は表面的には平和に見えても、実はいろんな問題を抱えているし、特に中国とは一触即発な状況と言っても過言じゃないんだよ。出てたよ中国。本当にあの国は好き放題だからね。そんなこんなで今回は射程距離2000キロの国産トマホークの開発について解説していくよ。昨年の2020年12月18日の内閣閣議決定において、長射程の新型対艦誘導弾の開発と、現有の12式地対艦誘導弾の射程を伸ばし、12式地対艦誘導弾階として陸上発射のみならず艦船、航空機からも発射可能となるようにプラットフォームの多様化を目指しているみたいだね。防衛装備庁ではかつてより射程約 2000km の新型対艦誘導弾の開発を進めていたが、2020年まで205億円の予算を計上して、2022年度までに試作品を開発して性能試験を行う計画あるとしているんだって。ちなみにこのミサイルは、自衛隊が配備するミサイルとしては最長の射程距離となる予定で、それだけでなく敵のレーダーによる、非探知性を低減させるステルス性能に加えて、敵からの攻撃をかいくぐるための機動性も備えられるほか、12式地対艦誘導弾階と同様に、地上発射型のみならず艦船や航空機からの発射可能なミサイルとして開発されるとしているらしいぜ。射程が 2000km となれば、日本本土の地上からの発射だとしても、北朝鮮の平壌はもちろん中国の北京の射程に入ることになり、日本国産のトマホークとして他国の侵略を防ぐ抑止力として期待が高まっているんだとさ。射程距離、ステルス性能、機動性、ミサイルに必要な三拍子がしっかり揃っているんだね。野球界でいう走攻守揃った大谷翔平みたいだ。新型ミサイルは軍事界の大谷翔平ってことかな。また、この新型ミサイルとは別に現在、陸上自衛隊が運用している射程 200km の12式地対艦誘導弾を回収して、射程 900km に伸ばすべく開発を進めているけど、これを 1500km まで伸ばす予定らしいね。余談だけど、日本政府は2017年にノルウェー製ミサイルの JSM を F-35 戦闘機に搭載するために、導入を決めたが、このミサイルの射程は 500km となっているよ。また、F-15J 戦闘機に搭載される予定で導入が決まっている JSSM と LRASM は、共に射程 900km で、回収される12式地対艦誘導弾と新型対艦誘導弾はこれらを大幅に上回る射程を持つんだって。一気に倍以上の射程距離を想定しているわけだ。日本の技術力なら実現できるよね。この JSSM と LRASM については、F-15J に搭載するための回収費用が当初の見積もりより大幅に高騰してしまい、現在は先送りの状況になっているため、急遽この3つの長距離ミサイルの開発、回収を急ぐことになったと推測されているよ。1600km の射程を誇る米国の巡航ミサイルトマホークにも匹敵するこれらの長距離射程の対艦ミサイルを導入する目的として、敵国の攻撃を阻止する抑止力としてふさわしく、さらに自衛隊員の安全を確保することが可能となるとしていて、これらのミサイルを南西諸島などの島嶼防衛に当てることを想定しているんだって。ちなみに陸上自衛隊の地対艦ミサイルは1988年から配備されている88式地対艦誘導弾から始まっているけど、このミサイルは地形追走飛行が可能な射程 200km のミサイルで、当時の仮想敵国であるソ連海軍への攻撃を意識したもので、発射装置を乗せた車両を北海道の山奥深くに隠蔽させて、日本に上陸船と近づくソ連海軍艦船を擁撃するために開発されたもので、沿岸に配備された陸上自衛隊や戦特化部隊のレーダーが目標に誘導するシステムなんだぜ。だけど、近年において仮想敵国がソ連から中国に変わり、防衛対象が北海道から南西諸島及び先島諸島となり、目標とする艦艇を洋上沖合で撃破することが求められるようになったため、88式では対応ができず、より射程の長い12式地対艦誘導弾を導入して海上自衛隊、航空自衛隊の索敵、観測の支援を受けるようになったんだとさ。現状では中国が最も日本と戦いになる可能性が高いんだね。そういうことだ。
そしてはそれは国民の間でも政府の間でも共通認識になっているわけだな。当初にミサイル発射機を配備することについて一番の問題は、狭い島の中では隠す場所がほとんどないため先制攻撃を受けて壊滅させられる恐れがあることで、現在石垣島と宮古島に配備されている一二式地対艦誘導弾は簡単に撃破されてしまう可能性が指摘されていたよ。これを 900km まで射程を伸ばすことができれば、発射機を広い沖縄本島に配備することが可能となり、山中を移動しながら発見されることなくミサイルを発射することが可能となるばかりか、航空自衛隊と米空軍の航空基地があり地対空ミサイルで防備されていることも大きな利点になるんだ。さらに射程を 1500km まで伸ばすことができれば、九州への配備も可能となるため、より一層中国海軍への抑止力が高まることが期待されるよね。なお、これらのような巡航ミサイルにおいては射程距離がそのまま攻撃可能な有効射程距離とはならず、最大射程距離の6割程度と考えられているみたいだよ。その理由は敵のレーダーに発見されることを防ぐために超低空飛行をさせるなどで燃費が悪くなることや、欺瞞のために迂回飛行をさせる場合などが挙げられるほか、目標が移動した場合の索敵で余計な距離を飛行する燃料消費があるんだけど、一二式地対艦誘導弾の射程が 900km になれば、沖縄本島に配備した際の有効射程は台湾や中国本土沿岸近くまで届くことになるんだ。これらの敵基地攻撃能力を持つ長射程のミサイルを保有することについて日本政府は閣議決定において明記せず保有としたままであり、今後国会などで検討されなければならない課題ではあるけど、この存在を中国や北朝鮮が自国の基地を直接攻撃できるミサイルとして、脅威と受け止めるようならば、日本への攻撃を思いとどまる抑止力となるであろうとの期待の声は大きいみたいだよ。確かに長距離からステルス性能と機動性を兼ね備えたミサイルを撃たれると考えれば、迂闊に手出しできなくなるよな。このことに対する日本のネット上の反応は賛否両論が出ていて、核を持たない日本の防衛を米軍に依存する度合いを下げるためには独自の抑止力を持つ必要があり、敵基地攻撃能力のある兵器の存在が必要だとする意見の裏で、トマホークは一発で2億円もする高額な兵器であり、新型ミサイルがどれだけ高額になるのか検討もつかないと防衛費への負担を懸念するほか、ミサイルなどを開発するより EMP 電磁パルス兵器の開発に力を注ぐべしとの声が上がっているみたい。確かに電磁パルスを発生させることによって、周辺にある電子機器の半導体や電子回路に損傷を与え誤作動を生じさせたりすることが可能となるが、そのためには核爆発などの膨大なエネルギーが必要となるんだよな。そうそう。現在の科学において核爆発を起こさずに小規模の電磁パルスを発生させることは可能で、非破壊非殺傷兵器として帰国軍の電子装備品を使い物にならなくさせる EMP 爆弾が米軍で開発を進められているとされているけど、現時点で実用化には至っていないんだ。また、防衛用として EMP を発生させる兵器を開発したとしても、爆撃機などの航空機や核搭載弾道ミサイルには EMP から、防護する措置が施されていることが多いため、意味がないとする指摘があるんだよ。それに忘れていたけど、兵器の開発ってとてもお金がかかるんだよね。だから JASSM と LRASM も先送りになっちゃったみたいだし。確かに開発資金は無視できない問題だな。ただでさえ日本が軍事関係に避ける資金の割合は低いわけだし。この新型対艦誘導弾の価格がどれほその高額になるかについては現時点では不明だけど、仮にネット上で指摘されている米軍のトマホークの単価2億円と同等として、航空自衛隊が導入する F-35 と比較してみると、F-35 の購入単価は1機116億円とされているので、単純に計算すればこの予算でトマホークが58発購入できることになるね。もちろん戦闘機とミサイルを戦力として単純に比較することはできないが、単価が高いとはいえ巡航ミサイルを大量に保有することは可能と言えるだろうな。日本が大国である中国による侵略を阻止するためには、限られた防衛予算の中で、最大の抑止力効果を得るために何が肝心であるのかをしっかり見極めなければいけないよね。そのあたりは政府の腕の見せ所だよな。技術力はあるのにお金がないなんだかもったいないよね。それに確かに新兵器の開発にはロマンがあるけど、どうせならもっと生活が豊かになることに集中してお金を使いたいね。まあ目下の中国との問題もあるし、人の歴史は戦いの歴史だって言われるくらいだからな。これからも軍事関係で悩まされることはなくならないだろう。中国許すまじ。とまあ、今回はこんな感じかな。よかったらチャンネル登録してね。それじゃあこの辺で。